අපි එහෙනම් මේ චෝකයි ටෙස්ට් එක පටන් ගමු. හරි, මම ප්ලේ කරනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. හරි.日本語能力試験懲戒 N4。 これから N4 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。で、男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますか？これから帰るけど、何か買って帰ろうか？ありがとう。牛乳、それから。ちょっと待って。牛乳は1本でいいの？2本お願い。それからチーズ。あれ？チーズはまだたくさんあったよね。ごめん、今日のお昼に全部食べたの。わかった。じゃあ、買って帰るね。男の人は何を買って帰りますか？一番いいものは4番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは4番ですから、答えはこのように書きます。では、මේක මං එක පාට කරලා නෑ. මේක හරි එක තමයි, මෙන්න මේ හතරවෙනි එක. හරි, මෙතන අපි ඒක මේ ටික අපි දැන් මෙතන ඉඳලා ඔගොල්ලෝ දිගටම කරගෙන යන්න. ඔගොල්ලෝ දිගටම අංක දාලා අංක දැම්ම උත්තරේ ගහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මේ කයිව එක නෙමෙයි, මේ චෝකයි එක අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් එක සැරයයි මේවා ඇහෙන්නේ, එක සැරයයි ප්ලේ වෙන්නේ. හොඳට කල්පනා කරලා බලලා උත්තර ටික ගහන්න. හරි, අපි එහෙනම් පටන් ගමු.一番いいものは4番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。男の人と女の人が話しています。男の人は何で美術館へ行きますか？美術館に行きたいんですけど、なんで行くのが便利ですか？車で行けば10分ですよ。そうですか。電車かバスでも行けますか？行けますけど、時間がかかりますよ。自転車は持っていますか？はい。じゃあ、自転車の方が便利ですよ。そうですか。わかりました。じゃあ、そうします。男の人は、なんで美術館へ行きますか？2番。
男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか？来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買った？カバン買った。そうか。僕はまだ決められなくて困っているんだ。おお。じゃあ、カップはどう？佐藤さん、コーヒーが好きでよく飲んでいるよ。でも、カップはもうたくさん持っているかもしれないな。じゃあ、タオルはどう？よくスポーツをしているから。そうだね。じゃあ、どうしよう。ありがとう。男の学生は何を買いますか？3番。男の人と女の人が話しています。女の人はチケットを何枚予約しますか？来月のコンサートのチケットを予約してくれる？いいよ。何枚？僕たち2人と友達4人。じゃあ、6枚ね。そうだ。ごめん。1人都合が悪くなったから5人だ。あ、そう。わかった。ありがとう。じゃあ、お願い。女の人は、何枚予約しますか？4番。女の人と男の人が写真について話しています。女の人はどの写真を送りますか？国の両親に写真を送りたいんだけど、どれがいいと思う？この海の写真は顔が小さくてよく見えないね。じゃあ、ダメだね。この山の写真。これいいね。じゃあ、これ一枚。もう一枚は、この私の部屋の写真は？部屋があまり綺麗じゃないからやめた方がいいよ。それより大学の前で撮った写真がいいよ。そうだね。この二枚にしよう。女の人は、どの写真を送りますか？5番。男の留学生と女の人が話しています。男の留学生は何を持っていきますか？友達が怪我をして入院しているんです。お見舞いに行きたいんですが、日本では何を持っていきますか？そうですね。よく花や果物を持っていきます。病院では時間がたくさんあるから、本もいいと思いますよ。ああ、いいですね。本読むのが好きだから、そうします。ああ、それから若い人なら音楽の CD もいいと思いますよ。でも、音楽はあまり聞きませんから。男の留学生は何を持っていきますか？6番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は今日この後何をしますか？ちょっといい？
今、部長から電話があって、資料のコピーを頼まれたんだ。お願いしてもいい？わかりました。明日の会議の資料ですね。それから、会議室の準備だけど、椅子を並べといてくれる？でも、会議室は今、使っています。そうか。じゃあ、それは明日だね。女の人は今日、この後、何をしますか？7番。教室で先生が話しています。学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんか？これから明日のバス旅行について連絡します。明日は朝8時半までに来てください。いつもは9時からですが、30分早いので間違えないでくださいね。学校の体育館の前に集まってください。いいですか？教室じゃなくて体育館の前ですよ。学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんか？8番。図書館で男の人と係の人が話しています。男の人はこの後、どのボタンを押しますか？すみません。ちょっとコピーの仕方を教えてもらえませんか？青いボタンを押したんですが、字が小さくなってしまったんです。字を大きくするなら、赤いボタンを押してください。はい。それから、もう少し濃くしたいんです。じゃあ、黄色いボタンを押してください。薄くするときは白いボタンです。そうですか。どうもありがとうございます。男の人はこの後、どのボタンを押しますか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを1つ選んでください。では、練習しましょう。で、女の人と男の人が話しています。女の人はどうして引っ越しをしますか？来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれない？いいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いの？部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、建物が古くて嫌なんだ。最近近所の人と友達になったから、残念なんだけど。そうなんだ。女の人はどうして引っ越しをしますか？一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。
一番いいものは3番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。1番。男の学生と女の学生が話しています。女の学生は誰と住んでいますか？山田さん、新しい生活はどう？毎日楽しいです。ご両親と一緒じゃなくて、寂しくない？ええ、少し。でも、弟と一緒に住んでいるので、大丈夫です。そうなんだ。兄弟は弟さん一人？姉もいます。姉は両親と一緒に住んでいます。女の学生は誰と住んでいますか？2番。大学で女の学生が男の学生と話しています。女の学生はいつ男の学生に相談しますか？先輩、相談したいことがあるんですが、今いいですか？ごめん。今から授業があるんだ。そうですか。じゃあ、今日の夕方はどうですか？6時から約束があるけど、4時頃なら大丈夫だよ。4 時ですね。明日の昼でもいいよ。すみません。明日は用事があるんです。そう。じゃあ、やっぱり今日にしよう。はい、お願いします。じゃあ、教室で待っています。女の学生はいつ男の学生に相談しますか？3番。学校で男の先生と女の留学生が話しています。女の留学生はどうしてアルバイトがしたいですか？もうすぐ冬休みですね。どこかへ旅行に行きますか？いいえ、冬休みはデパートでアルバイトをするつもりです。あ、そうですか。日本人の働き方が知りたいんです。いい経験になりますね。日本語も上手になると思いますよ。女の留学生はどうしてアルバイトがしたいですか？4番。を聞いています。何曜日に一日中雨が降ると言っていますか？東京の月曜日から1週間の天気予報です。月曜日と火曜日は晴れるでしょう。水曜日は午前中は晴れますが、午後から曇って夜には雨になるでしょう。木曜日は一日ずっと雨になるでしょう。金曜日と土日は晴れて、
いい天気になるでしょう。何曜日に一日中雨が降ると言っていますか？5番。女の人と男の人が話しています。男の人は最近どのぐらい本を読んでいますか？男の人です。山田さんはよく本を読みますか？子供の時は月に10冊以上読んでいましたが、最近は全然読んでいませんね。そうですか。ええ。仕事が忙しいんです。田中さんはどうですか？最近は専門の本を月に3冊ぐらい読んでいます。そうですか。私も月に1冊ぐらいは読みたいんですが、男の人は最近どのぐらい本を読んでいますか？6番。男の学生と女の学生が話しています。女の学生は子供の時何になりたかったですか？女の学生です。田中さんは将来どんな仕事がしたいですか？将来は小学校の先生になりたいです。先生ですか。子供の時からですか。子供の時はピアニストになりたかったんです。音楽が好きだったんですね。私は子供の時、警察官になるのが夢でした。警察官ですか。でも最近は看護師になりたいんです。そうなんですか。女の学生は子供の時何になりたかったですか？7番。港で船の案内を聞いています。次の船は何時に出発しますか？皆様、もうすぐ次の船が出発します。船は近くの島を30分で回ります。海からの美しい景色を楽しむことができます。出発は10時20分の予定です。出発まで10分です。チケットは船の中で買うことができます。皆様、乗ってみませんか？次の船は何時に出発しますか？問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から一番いいものを1つ選んでください。では、練習しましょう。
レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか？1、いらっしゃいませ。2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番、お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか？1、これ、お土産です。どうぞ。2、お土産、いただきます。3、お土産を買っておきます。2番。明日、二人で映画に行きたいです。何と言いますか？一。明日、映画に誘いましょ二。う。明日、映画を見に行きませんか？三。明日、映画に行きたいそうですよ。3番。黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか？1。すいません。よく見えません。2。すいません。読んでもいいですか？3。すいません。書きましょうか？4番。先生に今相談したいです。何と言いますか？1。いつでしょうか？2。ちょっとよろしいでしょうか？3。相談してくださいませんか？5番。友達のペンを借りたいです。何と言いますか？ 1。ペン貸してもらえる？2。ペン取ってあげる。3。ペン使ってくれる？問題4。問題4では、絵などがありません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、一番いいものを1つ選んでください。では、練習しましょう。で、ジュース買いに来ますけど、何か買ってきましょうか。1。ええ、いいですよ。2。そうですか。美味しそうですね。3。コーヒーお願いします。一番いいものは3番です。回答用紙の
問題4の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。どこに行くんですか？ 1。いってらっしゃい。2。ちょっと食事に行ってきます。3。気をつけてください。2番。ねえ、京都行ったことある？ 1。行かなかったよ。2。そう、行ったんだ。3。うん、一回あるよ。3番。どうして昨日授業を休んだんですか？ 1。休むかもしれません。2。風邪をひいてしまいました。3。ゆっくり休んでください。何をしますか？ 1。風邪をひいてしまいました。1。休むかもしれません。2。風邪をひいてしまいました。3。ゆっくり休んでください。4番。夏休みに国へ帰ったら何をしますか？ 1。友達に会うつもりです。2。母に会いました。3。来月にします。5番。学校を休むときは電話してください。1。いつ休むんですか？2。はい、連絡します。3。電話を待っています。6番。その本を取ってくれませんか？ 1。ありがとう。2。もらいましたよ。3。どれですか？7番。ジョンさん、日本語が話せますか？1。勉強してください。2、わかりました。3、少しならできます。8番。田中さん、黒板を消しておいてくれませんか？ 1。はい。すぐにやります。2。きれいになりましたね。3。ここに置きましょう。これで、懲戒試験を終わります。
හරි ටෙස්ට ලියවරනේ හරි මං හිතන ඔගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඇති කියලා අපි උත්තර ටික සාකච්ඡා කරමු. හරි මම අර මුලින්ම අර ප්‍රශ්නේ යන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ විස්තර කරනවා ඒ ටික විස්තර කරේ නැහැ. මොකද අපි එක සැරයක් කරා මොකද්ද රින්ෂු ටෙස්ට් එකක් කරානේ. ඒකින්ද මං ඒ ප්‍රශ්න යන විදිහ ගැන විස්තර කරේ නැහැ. හරි අපි ආපහු මුලින් ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරගෙන ඉස්සරහට යමු.